こんにちは。歴ショックです。今回は、流人時代から源頼朝を支え続けた足立盛長について紹介します。流人のため、公に家臣を持つことができない頼朝にとって、唯一とも言っていい従者で、女性関係も含め、長きにわたって頼朝を献身的にサポートしました。頼朝の死後は、13人の合議制の一人にも名を連ねますが、子孫は、北条氏と縁組を重ね、他の有力御家人たちが次々と排斥されていく中、最後まで北条氏の同盟者として大勢力を保持し続けることになります。今回は、足立盛長の生涯。100年近くにわたり北条氏と友好関係を築き、北条氏と御家人たちの抗争の最後を飾ることとなった子孫のその後について紹介します。比企尼とのつながりから、流人時代の頼朝を支える。足立盛長は、京都で貴族に仕えていた藤原忠兼の子として生まれたとされていますが、出自ははっきりとはしていません。兄には藤原東兼がいるとされ、東兼の子は、後に13人の合議制のメンバーの一人となる足立東元で、足立盛長と足立東元は縁戚同士ということになります。東元は、現在の東京都足立区のあたりに本拠地を持ったことから足立を名乗り、盛長は、後に欧州合戦の先行により、福島県の足立郡を恩賞にもらったことから、息子の景盛が足立を姓に名乗り、盛長も足立を名乗るようになっています。盛長は、源頼朝の乳母を務めた比企尼の長女、丹後内氏を妻としており、これがきっかけで頼朝と縁を持つことになります。丹後内氏は、二条天皇に和歌の名人として仕えており、後に、薩摩の島津氏の祖となる、島津忠久を産んだ後、貴族の惟宗の広琴と結婚し、離縁した後、足立盛長と再婚したと伝わります。この頃の盛長が、京都にいたか関東にいたかは、定かではありませんが、丹後内氏の縁から、伊豆の国に流人として流されていた、源頼朝のそばに仕えることになります。当時の頼朝は、平治の乱で父の源義朝が敗れ、一時は頼朝も処刑されそうになりながらも、命だけは助けられて流罪となっており、罪人の身分であるため、公式に家来を持つことを禁じられていました。そのため、比企尼の縁から、そばで仕える盛長が、ほぼ唯一と言ってもいい頼朝の家臣で、頼朝も盛長に対し、絶対的な信頼を寄せるようになります。盛長は、北条政子と頼朝の間を取り持ったとも言われており、頼朝も公にはできない女性関係の多くを盛長と共有していたと思われ、二人はその生涯を通じて並々ならぬ秘密を共有する関係になりました。盛長は父が京都の出身で、妻も長年宮中で仕えていたことから京都にも知り合いが多く、知人からの情報をまとめて、定期的に頼朝に京都の情勢を伝えていたといいます。また、盛長の縁もあって、京都の下級管理で、後に頼朝の右筆を務めることとなる藤原国道が頼朝に仕えることとなります。藤原国道は、この頃は諸国を遊歴しており、源頼朝が打倒平家の挙兵をする際に、宴会にかこつけて山木兼隆の屋敷に入り込み、死刑を得ずにして持ち帰り、頼朝の挙兵をアシストしています。盛長も、頼朝の挙兵時には、頼朝の使者として各地の武士団を味方につけるために回るなど、頼朝の最側近として活躍しました。頼朝が石橋山の戦いで敗れて、阿波の国に逃げ延びてからは、房総半島の有力武士、千葉常胤を味方に引き入れる活躍を見せています。頼朝に従う他の坂東武士たちとは違い、盛長はあくまでも頼朝の側近であり、勢力基盤を持たなかったことから、源平合戦を通じて戦場で活躍することはなく、上野国の奉行を務めるなど、主に政治面で活躍することになります。一方、頼朝の厚い信頼は変わらず、妻の丹後内氏は、頼朝の嫡男、源頼家が生まれると、その儀式の世話をするなど、夫婦揃って頼朝のプライベートでも親身に尽くしました。特に頼朝は、丹後内氏に信頼を寄せており、丹後内氏が病にかかった際には、
密かに森永の屋敷を訪れるなど非常に近しい関係となっており、後年丹後の内史のこの島津忠久や足立景盛が頼朝の御落胤であるとの噂が流されるきっかけとなりました。このように頼朝との公私にわたる信頼関係がきっかけで、足立氏は幕府内でも重要な地位を得ていくことになります。13人の合議制の一員に、幕府成立後の森永、主に頼朝周辺で活躍し、戦場での活躍はなかった森永でしたが、欧州合戦では平家一族で囚人として預かっていた筑前坊両親が戦功を挙げ、その功績から欧州に所領を得ることになりました。頼朝おかげで支え続けた足立森永は、頼朝死後の幕府内でも重要な地位を占めていくこととなります。頼朝の死後、森永は長年仕えた頼朝の菩提を弔うために出家し、連世と号します。森永としても仕えるのはあくまでも頼朝で、頼朝が死んだら政治の世界から引退しようという腹積もりであったと考えられますが、不安定な幕府政治は森永の引退を許さず、出家の身でありながら13人の合議制の一人に加えられます。森永ら足立一族は二代将軍源頼家との関係は良くなく、後年足立氏と北条氏の結びつきが強固になったことによる姓とされていますが、吾妻鏡には源頼家が森永の子足立景盛の妻を奪おうとした事件が特筆されています。足立景盛の妻は美人と有名で、これを欲しがった頼家が景盛の留守中に側近に命じて景盛の館を襲い、妻を奪おうとしました。この横暴は北条政子の仲裁によって止められますが、こうした事件もあり、足立氏は源頼家とは不和になっていきました。こうした事件があった一方、森永は御家人66人が梶原景時を弾劾した梶原景時の変では強硬派として景時追放を主張、13人の合議制の崩壊に一役買っています。梶原景時の追放後、森永は66歳の生涯を閉じることになりました。森永の死後は息子の足立景盛が継ぎます。足立景盛は母の丹後の内氏が比企の尼の娘であったことから比企一派と見られていましたが、比企氏と北条氏の争いである比企能員の変では北条側についています。これは景盛の妻の一件も含め頼家と足立氏の不和によるものとされており、後に幽閉された頼家は比企氏の縁戚でありながら裏切った景盛を処罰するように主張したと伝わります。頼家の後を継いだ三代将軍源実朝との関係は良好で、景盛は実朝の信任の厚い側近として仕えることになります。同じく実朝の下で実権を握った北条氏と協調体制を築き、畠山重忠の乱、平賀朝雅の中殺などで主導的な役割を担っています。鎌倉を二分した和田合戦でも景盛は北条方として奮戦し、ついに幕府政治の中枢を担う一人にまで出世することになりました。同時期に景盛は秋田丈之助に任じられ、出羽方面にも大勢力を誇るようになります。承久の乱では幕府軍の主力として北条泰時と共に東海道を進み、出陣前には北条政子による頼朝の恩義を訴える名演説文を景盛が代読するという出来事も起きています。こうして幕府の中枢を担うことになった足立景盛は、執権となった北条泰時とは緊密な関係にあり、娘の松下善人を泰時の嫡子の北条時氏に嫁がせ、その間に生まれた北条常時、時頼が執権となることで、外戚としてさらに幕府内での権勢を強めていくことになるのです。承久の乱以降の足立氏、北条氏と衝突するも、同盟者として最後まで北条を支える。足立景盛は承久の乱でも幕府の中心人物として活躍していましたが、三代将軍源実朝が暗殺された頃に父の森永と同じく出家しており、高野山にいながら幕政に参加するという状態でした。息子の足立義景が成長すると、足立氏は義景や孫の足立康盛が主導するようになりますが、景盛は依然として高野山から幕政に目を光らせていました。やがて
長年手を携えて幕政に当たってきた北条泰時が亡くなり、有力御家人の三浦安村が五代執権北条時頼と対立すると、景盛は打倒三浦を強硬に主張し、三浦氏に押される義景や安盛を叱咤するために高野山を降りて鎌倉へ向かいます。執権の時頼ですら三浦氏との戦いには消極的であったものの、景盛は三浦討伐を主張し、孫にあたる時頼を説き伏せ、三浦氏への挑発行動を繰り返し、ついに法事合戦に持ち込むことに成功します。足立氏の命運もかけた法事合戦は北条足立側の勝利に終わり、三浦氏の滅亡によって北条氏に匹敵する御家人はいなくなり、同時に足立氏のナンバー2としての立場も確定します。足立氏は足立盛長以来代々源氏将軍家の従者の役割を担ってきましたが、それゆえに地域の大勢力として鎌倉幕府を支えてきた三浦氏などの御家人に比べ立場が弱く、北条氏の縁戚としての地位を固めたかったがゆえに他の御家人の排除に動いたと考えられます。源頼朝の縁戚としての地位を守るために壁死などを滅ぼした北条氏に重なるところがあります。こうして北条氏の同盟者として幕府を共に支えることになった足立氏は、足立義景と北条時房の娘との間に生まれた角残女を八代執権の北条時宗に嫁がせることで、二重三重にもわたる北条氏との血縁関係を獲得します。義景の息子の足立康盛は北条泰時の弟の北条重時の娘を妻に迎え、北条氏との関係をさらに強化します。泰盛は評定衆などを務め北条時頼を支え、時頼の死後は執権となった北条政村などと共に幕府の中心を担いました。やがて義理の弟にあたる北条時宗が執権に就任すると、時宗と共に元寇に対処することになります。泰盛は幕府の中心として主に恩賞部門の責任者を務め、後に元寇の様子を物語ることになる竹崎末永によって描かれた蒙古襲来絵言葉にも、恩賞を求める竹崎末永に対峙する形で足立康盛が描かれています。北条時宗の死後も後を継いだ執権の北条貞時の下で引き続き幕府の中心を担い、足立氏はついに北条氏と肩を並べるまでの存在にまで成長します。康盛は元寇の後混乱する世の中を治めるために公安改革と呼ばれる政治改革を推進しますが、その中で北条徳宗家の家臣である身内人の幕政介入を阻止する方針を取ったことから、身内人筆頭の平頼綱と対立してしまいます。頼朝以来の御家人の多くは足立氏側に味方したものの、平頼綱は足立康盛を奇襲し、敗れた康盛は一族と共に自害して果てました。この時に足立側についた御家人の多くが平頼綱の勢力によって討たれ、一連の事件である下月騒動によって頼朝以来の御家人の勢力は激減し、平頼綱をはじめとする身内人や文官たちが幕府の実権を握ることとなりました。足立氏は下月騒動によって足立康盛をはじめ息子の宗景、盛宗が討たれてしまいましたが、北条貞時が平頼綱を滅ぼすと足立氏も幕政復帰が認められ、足立康盛の弟足立昭盛の孫足立時昭が足立氏の家督を継ぎます。足立氏は北条氏と何重にも縁を結んでいたことから、当時幕政の中心にあった北条時村に庇護されていた時盛がその支援を受けて再興することとなりました。足立時昭は北条貞時の子で執権となった北条高時に娘を嫁がせるなど、下月騒動以前の足立氏と同様に北条氏との縁を持って幕政の中心に立ちました。また下月騒動の失敗を糧に当時幕政を牛耳っていた内官令の長崎延喜の娘を自身の子の足立高景の妻に迎えるなど、北条氏の家臣にあたる身内人とも縁を持ち、幕府の中枢と深い縁を築くことに成功します。しかしこの頃後醍醐天皇の倒幕運動に端を発し、各地で倒幕勢力が決起し、新田義貞が鎌倉に攻め入り、鎌倉幕府は滅亡してしまいました。足立時盛は最後まで北条氏と共に戦い、
最終的には北条一族と共に東照寺で自害して果てています。時盛の息子の足立隆景も父と共に自害し、幕府滅亡と共に足立一族も滅亡することになりました。一説には足立隆景は幕府滅亡後も生き延び、名古屋北条氏の一族の北条時和と共に奥州で反乱を起こしたとも伝わります。足立氏は幕府滅亡とともに一族の多くが自害しており、北条氏とともに幕府の中枢を担ってきた足立氏は北条氏、鎌倉幕府とともに歴史の表舞台から姿を消すこととなってしまいました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴史ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。